ヨンジョンフンは韓国の俳優、自動車競技選手である。父は俳優のヨンギュジンである。1999年に SBS ドラマ、ナミデイデビュー。その後も様々なドラマや映画に主役、もしくは重要な脇役で出演しているほか、テレビ CM やバラエティ番組のホストなど広く活動している。2005年に女優のハンガインと結婚した。日本でもファンが多く、 日本版ファンクラブがある。2009年12月には、韓流スペシャルクリスマスイベントのため4年ぶりの来日をしたほか、夏季のようにプライベートでの来日経験も多い。2011年から2012年にかけて、韓国版トップギアのホストも務めているほどの自動車マニアである。モータースポーツ好きでもあり、フェラーリが開催するワンメイクレースである。 フェラーリチャレンジに参戦しており、2014年と2015年、2016年に来日して、鈴鹿サーキットなどでレースに参戦している。身長182センチメートル、体重75キログラム、70キログラム、明智大学院事業デザイン在学。カテゴリー、韓国の俳優カテゴリー、韓国の男優ヨ4ジョンフン。ありがとうございます。